はい、こんにちは。こんにちは。はい、第10回、オリンピック応援チャンネル始めたいと思います。よろしくお願いします。応援ソムリエ H9 プラスです。今日はなんとスペシャルゲストでね、元 J リーガー、そして僕がね以前から応援してた、選手なんですけども、中島礼二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりでございます。いやーすごいですね。ちょっとあなたはい、あの石川何年ぶりですか。石川は2006年ぶりなので、おー13年ですね。わあ、簡単にちょっと自己紹介をねちょっと自分でしていただけたらと思いますけど、はい、中島礼二です。はい、何を自己紹介するんですかね。ちなみにほらどこ出身とかも、はい、例えばどういうちょっとまあサッカーでのなんか経歴というか、はい、一応横浜市出身で、はい、ヴァンフォーレ甲府と伝送を終えて、はい、2006年に石川県ベルボローザ、うん、石川白山というチームで、はい、お世話になりました。はい、はい、お会いしたのが応援で。そうですね、その時ですね。まあ、その後何度か女川町とかでは、はい、お会いしてますけど、はい、石川で再会するのは13年ぶりということで、はいはい、今日嬉しく思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日その真っ当でね、はい、以前練習したところで試合やったんですよね。びっくりしたんでしょ。そうですね、土の、ね、グラウンドだったのが。やっぱ最初名前見て、会場土なのかなと思って、はいはい、ちょっと不安に思ってたら綺麗に人工芝になったのでよかったなそうなんです。すごい変わってね、もうここもそうなん、もともと土のグラウンドだったと思うんですけど、すごい変わってあの立派なところが増えてきたんですよね、石川県もね。もう小長にもねちょっと応援に行ったことで、ね、小長にも何度も来ていただいて、はい、復興支援していただいて、本当にその時のことを思うと本当に感謝しかありません。はい、はい、ありがとうございます。いやね、もうレイジさんの話は、ね、いっぱい本当もう15分でも20分でも、ね、できると思うんで、ちょっと時間の関係もあって、はい、この後ねまた試合があるということで、はい、あります。今日ちなみに何のこのなんか大会で来られてるんですか。これですね、JC と言いまして、うん、あ青年会議所、はい、日本青年会議所の全国サッカー全国選手権大会というのがありまして、年に1回あるんですけども、うん、それが今年金沢大会という。なるほど。あ、持ち回りなんですね。持ち回りなんですね、うん、それで今回金沢へ来ることができまして、はいはい、で、まあ、成績はどうなの。昨日今日と。昨日一応予選リーグを1位で突破しまして。お、1位で、はいはい、で、まあ、今日2日目決勝トーナメントということで、うんうん、16チーム。ああ、はい、なるほど。で、先ほど1試合目を終えて勝てたので。お、ベスト8。ベスト8でございます。お、素晴らしい、おめでとうございます。じゃあ、あと最大3試合。そう、最大3試合があります。ちなみに目指すところは。そうですね、一応高みを目指しちゃいますけども、はい、まあ、次が山なので、はい、まあ、そこを、はい、全力で戦いたいと思います、はいはいはい、ちなみに次の対戦相手は。次は東京さんなんです、ね、あ、東京で、あ、やっぱ東京すごい。じゃあ関東の東京、横浜の。そうなんです、はい、はい、なんか玉川クラシコ的な。そうですね、あの東京さん、名古屋さん、はい、静岡さん、横浜と、はい、4強と言われている。ああ、そうなんですね、はい、なんかやっぱりその辺は J リーグと同じ感じですね、なんかね、サッカー熱が熱いところが強いっていう、はい、なかなかそこに金沢は入りこない。そうですねまた、あ、でもさっきちょっと上のグラウンドっていうか隣のグラウンドで富山さんが勝って、はいはい、ベスト8ということで、北陸 で、ね、でもやっぱり J リーグは盛り上がってきてるだけあって、うん、サッカーのレベル上がってですね、JC サッカーのレベルもすごい上がってて、うん、いや本当になんか単なるなんかおじさんのサッカーかなと思ったら全然、いや、すごいレベル高くて、ちょっと数年前までお腹出た人しかいなかったんですけど今もみんなさんちゃんともうね絞られてて、はい、練習もちゃんとされてるので、はい、それなりの大会になってきた。いや面白い、面白かった、普通に試合で、まあ、時間がね、ほら15分ハーフでちょっと短めのね、もうちょっと見たいなと思うんですけど、ちょっとミニサッカー的な感じですけど、皆さんレベルが高くて、例えばあれでしょ、レイさんみたいな元 J リーガーとか、ね、徳島 JC さんやってますけど、はい、あ、今やってるんです、はい、めっちゃ有名な選手がいますよ、水谷選手とかね。おー、なるほど。セレソとかコンサドールでやった方もいらっしゃいますし、はい、あとキーパーなんかも、はい、元ボルティスですね。なるほど。徳島だけに。あ、でも大きいですよね。大きいですね、大きい、あのピンク色のね。なんで本当さまざまな選手がいらっしゃいます。頂点目指して、はい、もう今日試合は今日もすぐ帰られるんです。今日帰ります。うわ、弾丸ですね。弾丸ですね。昨日なんかちょっと遅くまでなんか楽しまれてたと。そうですね、ちゃんと金沢のやっぱ JC ということで、はい、地域のやつね、やっぱこう、はい、活性ということで、はい、ちゃんとサッカーはサッカー、夜は夜で渾身を進行を深めて、はいはい、ちゃんとその土地土地の美味しいものだったりね、はい、そういう街を楽しむというのが大事ですので、そうですね、明け
方4時ぐらいまで楽しませていただいて今非常についさっきぐらい、はい、非常に今もう満身創痍でございます。そうでリーちゃんの、ね、プレー見たかったん、ね、で、はい、僕ね到着した時とも試合ねちょっと終わった後ということでこの後の東京戦は、そうですねこの後ちょっとでも時間あればはい、取りました。ちょっと今日はねその、まあ、オリンピックの、ね、ちょっと応援チャンネルということなので、はい、まあ、オリンピックのことをちょっといろいろ皆さんにも聞いてるんですけど、はい、いよいよねもう来年に迫って1年切って、うん、まあラグビーとかが今すごい盛り上がって、ね、あの今日も今日もね日本戦がありますけども非常にあのスポーツが熱くなってきてますけどどうですかねあのレイジさん的にその東京オリンピックに向けて、まあ、もちろんあとパラリンピックとかっていう ね、そういう障害者スポーツ東京オリンピックということで、まあ、本当ラグビーも開幕するまで、ね、あんまりなんか盛り上がってない感じだったんですけど、やっぱ開幕したらすごい盛り上がりで特に横浜ですと、うん、ね横浜国際のとことかですしあと港未来とかにもそのパブリックとかあったりしててすっごい人ですよニュースで見ましたけどなんですごい盛り上がってるんですよね、はいはい、なんで来年は本当にまたオリンピックで、うん、もう世界中からいろんな方が来るっていう意味ではまた本当に楽しみではあります、ね、なんかどういうふうに関わろうって個人的に何かあったりするんですか。そうですね今回は青年会議所とかでも特に直接的な絡みはないんですけど、うん、まあでも本当一、ね、市民としてこう楽しめたらいいかなとは思ってますけど、本当そのスポーツを通したそういうなんかこうねあのいろんなことが起こるのでそれは本当に楽しみだなと思いますしまたちょっと学びたいなと思います ね、はい、ね世界的な祭典ですしねだってやっぱ人生で生きている間に自国でオリンピック見れるってもうないですよ ね、 もう一緒に一度でしょうね。ですよね、うん、なんで非常にね僕も楽しみしてるんですけどちなみにチケットとかで当たりました。当たってないです。あ申し込んではいた。全然申し込んでないです。あ申し込んでないですか。申し込んでもないです。え生であんま 見ようとはあんまり。そうですねちょっと正直結構仕事も忙しくて。あーなるほど、はい、そうかそうか。でも近くでねいろいろ見れるのに。で、ね、まあでもパブリックだったりとかそういう雰囲気は感じれると思うので、はい、僕ちなみに、ね、ハンドボールで10枚水球で2枚当たったので何かしら、まあ、日本戦かねわからないんですけどチケット自体はありがたいことに当選したので、はい、あとは、ね、その移動とかねあとホテルがねちょっと心配でチケットはねなんとか手にしたんですけども、ね、やっぱなんか生で見たいなと思って、はい、来年行きますのでまた、はい、また今後ともよろしく、はい、じゃあ最後にちょっと中島レイジさんも個人でもいいですし、はい、なんかそういう今日のチームでもなんか、はい、目標とか夢とか語っていただければ今後の活動とかでもいいです。そうですね、本当、まあ、僕はサッカーずっとやってきましたし、はい、まあ、サッカー通してこうやってあのいろんな方とつながっているご縁を大切にして、はい、あの楽しい街づくりをできたらいいなと思ってます、うん、はいはい、ありがとうございます。 あと最後にあの、はい、せっかくなので女川のコバルトール女川僕も、ね、応援させていただきます、はい、ちょっと女川の方もこの YouTube 見るかもしれないの で、ね、ぜひ女川の方に皆さんのメッセージを。つい先日先週行かれたんでしょ。はい、ちょっとあのちょっと弾丸で15時間ぐらいしか滞在できなかったんですけど、はいはい、行ってきまして3年ぶりかな、はい、行ってきて、まあ、本当にちょっとなかなか行けてなかったんですけど、まあ、女川はねだいぶこう復興がこう進んでる感じもあったんですけど街づくりもねだいぶ進んでます。でも石巻なんかまだまだ本当区画整理とかそういう道路整備段階だったので、はい、本当にまだまだだなと改めて実感しましたし、改めて分かってやっぱりなんか自分たちができることとかいろいろ発信できることっていうのをやっていかなきゃいけないなというのを感じたので、またこれからも皆さんとご協力していただいて、はい、なんか一緒にこうね進めていけたらいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、あの宮城県、まあ、石巻とか女川、はい、ね、女川の方で、ね、もサッカーされてたので僕もね結構毎年のように、まあ、復興支援も兼ねて、まあ、あとサッカーのねチームの応援で行ってますので、またね、興味ある方はまたコメントとかねいただけて、いろんな、ね、海産物もねとても美味しいところですし、あと人もとてもね優しくて温かいところなので、きっかけねこれがきっかけになってちょっと女川とか石巻知って足運んでみていただけたら嬉しく思います。はい、ということでいいですか。はい、はい、ということで第10回、オリンピック応援チャンネルを終えたいと思います。今日のゲストは元 J リーガー、そして今日はね JC のサッカー全国大会で来られてます中島レイジ選手でした、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。盛り上げていきましょう。ありがとうございます。